運航再開が発表されたのは広島と香港を結ぶ香港エクスプレス航空の直行便です11月1日から月曜と水曜、金曜の週3回往復します広島空港と香港国際空港を結ぶ定期路線は2015年に就航していましたが新型コロナウイルスの感染拡大で2020年から運休していました 今回香港便の運航再開決定で広島空港の国際定期路線は6路線となります広島県の湯崎知事は再開で多くの旅行者に訪れてもらうとともに香港経由の乗り継ぎでのインバウンド遊客も期待しているとコメントしています